訓練は四国4県の県警高速隊とネクスコ西日本グループが連携強化のために年1回行っています。高速道路に見立てたコースで反対車線に逆走車を発見したケースや前から逆走してくる車を止める場合など3つの訓練を行いました。高速道路での逆走車は死亡事故につながる可能性が極めて高いといいます。皆さんやっぱり取り組みながら難しさを感じていると思います。危険が発生した時にも円滑な連携を適正に取っていくということを目指していきたいと。ネクスコなどでは同じ車線に逆走車を見つけた場合路肩に車を止め110番もしくは道路緊急ダイヤルに連絡してほしいとしています。